イランアメリカ大使館、人質事件は、1979年11月に、イランで発生した、アメリカ大使館に対する選挙、及び、人質事件である。法米時のパフラビー皇帝とリチャード・ニクソン、大統領夫妻、第二次世界大戦後のイランは、パフラビー朝の皇帝モハンマドレザー・パフラビーが、アメリカをはじめとする、欧米諸国からの支援をもとに開発独裁と、 親欧米化路線を進め、欧米諸国の外国資本の導入に努めた。また、日本の飛躍的な経済成長に注目して、白色革命に着手し、土地の改革、国営企業の民営化、労使間の利益分配、教育の振興、農村の開発などの改革を実行したほか、女性解放を掲げて、ヒジャブの着用を禁止し、婦人参政権を確立するなど成長。 分離原則化を進めた。さらにイスラム圏ではトルコに次いでイスラエルと国交を樹立した。このような近代化及び西洋化、そして政教分離政策は欧米諸国から歓迎され、特にアメリカの歴代政権は石油供給の面から最新の武器供給やボーイング747、SP の販売などパフラビー工程に対する様々な支援を惜しまなかった。 しかしこれらの政策は、ルーホンラー・ホメーニーらイスラム法学者の反発を招いた。これに対して、パフラビー皇帝は、イスラム原理主義者をはじめとする旧神派を中心にした反体制派を弾圧、投獄するに至った。このため、反体制派は、フランスのパリに亡命を余儀なくされていた。テヘランに到着した、ホメーニーしかし、1970年代中盤に起きた。 オイルショック後の急速な原油価格の安定化などを受けてイラン経済が不調に陥ったことや国内の貧富の差が広まったことなどを受けて皇帝に対する国民の不満が高まったことなどを追い風にイスラム原理主義的な反体制派は次第に無学な農民や労働者階級からの支持を受けることとなった。なお、アメリカを後ろ盾とするパフラビー皇帝の西洋化と開発独裁体制に 対する反体制運動は、ホメーニーをはじめとする、イスラム主義者のみならず、モジャーヘディネ・ハルグやソ連などが支援した、イラン共産党などの左翼なども参加して激化し、国内ではこれらの勢力の資金援助を受けたデモや、ストライキが頻発した。さらに、ホメーニーを指導者とするイスラム教ジュニイマーム派の、イスラム法学者が支柱となった反体制勢力が、国内外から、 体制打倒を目的とした活動を行い、1979年1月にイラン革命が発生した。その結果、1月16日に休暇のためにイランを一時的に去ると称して、パフラビー皇帝が政府専用機のボーイング727を自ら操縦し、皇后や側近と共に友好的な関係にあるエジプトに亡命した。その後、2月1日にホメーニーと、 その一派は、エールフランスのボーイング747の特別機で、亡命先のパリからテフヘランに戻り、直ちにイスラム革命評議会を組織した。2月11日に評議会は、パフラビー皇帝時代の政府から強制的に権力を奪取し、イランにおける唯一の公式政府となり、ここに革命は成功した。エジプトに到着した。 モハンマドレザパフラビーパフラビー元皇帝とその家族、側近らは一旦は、親しいアンワルア、イコールサー大統領の承認の下で、エジプトのカイロに亡命した後、モロッコやバハマ、メキシコを転々とした。その後、パフラビー元皇帝とその家族は、がんの治療のためという名目で、アメリカへの入国を求め、アメリカ政府に接触した。アメリカのジミー・カーター大統領は、 この要請を受けることで、イランの新政権との間で圧力が起きることを憂慮し、この要請を退けようとしたが、パフラビー元皇帝の友人だったヘンリー・キッシンジャー、元国務長官らの働きかけを受け、最終的に人道的検知から、その入国を認め、元皇帝とその一行は10月22日にニューヨークに到着し、アメリカに入国した。 しかしこれに対しイランの革命政権は激怒し、アメリカ政府に抗議すると同時に、テヘランのアメリカ大使館には、イランのイスラム革命政府目認の上で、毎日のように、反米デモが行われるようになっていた。大使館前で、正常期を逆さに広げる学生グループ事件を報じる1979年11月5日の、日付のイランの新聞シュレッダーにかけられた。 大使館の機密書類10月22日以降、誤名に依ライスラム革命評議会が敵視するアメリカが同じく敵視する元皇帝を受け入れたことにイスラム法学校の学生らが反発し、テヘランにあるアメリカ大使館を囲んだ抗議デモを行った。これに対して新政権は何も対処せず黙認、放置した。また、アメリカ大使館と国務省、も、 ことが大きくなる可能性があることを真剣に考慮せず放置していた。なお、これについては事件発生後大きな批判を浴びた。その後でも参加者は増え続け、ついに11月4日に学生とボートたちの一部が平を乗り越えて大使館の敷地内に侵入した。なお、実際にはこの学生とボートらによる行動はシーア派の原理主義者が実権を握った。 革命政府の保守派と革命防衛隊が裏でコントロールしていたため、原理主義者が実権を握る新政府のお飾りでしかなかった、穏健的なメフディーバーザルガーン首相ら政府閣僚及び革命政府の指導下に入った警察はこれに対する政治活動は事実上できなかった。大使館の敷地には次々に学生とボートたちが侵入してきたが、 大使館の警備に当たっていたアメリカ海兵隊員も事態の悪化を恐れてこれに対して制止、発砲することはできなかったため学生とボートたちは間もなく大使館の建物内に侵入しこれを占拠しアメリカ人が移行館や海兵隊員とその家族の計52人を人質に元皇帝のイラン政府への身柄引き渡しを要求した。当然、これらのイラン人らによる 不法行為とそれに対するイラン当局側の対応は、外交関係に関するウィーン条約による、説受国は、詩人による交換への侵入、破壊及び、交換の安寧、威厳の侵害を防止するために、適当な全ての措置を取る、特別の義務を負う、という規定に違反していたため、これを放置するのみならず事実上支援していた、イラン革命政府は諸外国からの大きな非難を浴びた。 だが、教養もなく、国際法にも無知な、イラン人学生と、ボート、さらに革命政府は、これらの避難に耳を貸すことはなかった。なお、大使館員や、領事館員、海兵隊員らは、学生やボートらに、大使館の建物を占拠されるまでのわずかの間に、大量の隠式機密書類や、アメリカが衆国ドル紙幣をシュレッダーにかけたり、焼却処分にしたほか、 通信機器やビザのスタンプなどを破壊することに成功した。しかしシュレッダーにかけられた書類の多くはイラン当局に動員された主婦や子供たちにより時間をかけて復元させられ、大使館員や情報部員の情報を含めた機密情報がイラン当局側に渡ることになった。なお、11月4日の選挙事件発、領事部にいた会員のうちの一人は最終的に イギリス大使館に逃れ、イギリス大使館の現地人職員の手引きで出国ビザを取得し、後にイランから空路で脱出した。また、総領事らのグループも大使館内から脱出したが、彼らはイギリス大使館に直接向かうルートを取らなかったため、早期にイラン当局に捕らえられ大使館に戻された。別の6名の領事部員たちのグループも脱出に、 成功したが、イギリス大使館にたどり着くことができず、電話が通じた、タイ人のアメリカ大使館の主任料理人と大使館、選挙当時イラン外務省に出向いていた講師との手引きで、デヘラン市内の大使館のセーフハウスに避難し、数日間を過ごした。その後イギリスの民間人の住宅やカナダ大使や、同国の出入国管理局交換の工程、スウェーデン大使館やスウェーデン領事のアパートに、 分散してかくまわれた後、カナダ大使皇帝に集まった。その後件テイラー大使は、本国の外務省に対して、これらの6人の救出を依頼した。作戦成功後に、アントニオ・ジェー・メンデスを祝福する、カーター大統領、カナダありがとうと書かれた幕を掲げる、アメリカ人直ちに、カナダ政府は、アメリカ政府に、この事実を伝え、脱出計画の依頼を受けた。 アメリカ中央情報局のアントニオ・ジェー・メンデスらが、イ員らをカナダから派遣された農業調査員や映画の撮影スタッフに偽装させて脱出させる計画を立案した。最終的に、アルゴという架空の映画のカナダ人の映画撮影スタッフに変装させて、テヘランから脱出させる作戦を実行に移した。救出作戦の実行に際して、カナダ政府は数密院令を出し、 この6人とメンデスラ CIA の作戦グループにカナダのパスポートを発給、さらにカナダ政府とアメリカ政府の緊密な協力の元作戦を進め、1980年1月27日に6名の官員とメンデスラ作戦グループはイラン政府当局関係者の目をかいくぐってテヘランのメヘラーバード国際空港にてチューリヒ空港行きのスイス航空機に搭乗し、 脱出に成功した。この作戦は計画の時点でカナダの一部のマスコミに漏れたが6名が無事に脱出するまで記者により伏せられていた。しかし6人の帰国後明らかにされ、その結果依然として大使館に人質が残る中で6人の存在をフロリダ州の政府施設に秘密裏に隠蔽しようと考えていたアメリカ政府の計画が実行不能となった。また、 残る人質の安全を考えて、米華両国政府は CIA がこの件において果たした役割を機密にした。実際に CIA の関与はビル・クリントン政権下の1997年になるまで明らかにされなかった。なお、作戦の計画と実行の一部始終は2012年にアルゴという題名でベン・アフレックにより映画化され、 第85回アカデミー賞において、作品賞など3部門を受賞している。大使館に向かうバニーサドル暫定外相人質となった大使館員内乱政府及び学生とボートたちは、これらの人質をゲストと称し、恩恵派のアボルハさんバニーサドル暫定外相に、視察に行かせたほか、非常に気をつけてもてなしており感謝されていると、国内外のメディアに対して報じさせた。 実際は人質になった外交官と海兵隊員、その家族らはスパイ容疑をかけられ、大使館の敷地内にある建物の中に軟禁状態に置かれ、通信や行動の自由を奪われただけでなく、選挙当初より興奮した学生とボートたちから暴力を受けるなどした。さらにその後も人質の私物の窃盗や死後の禁止のみならず、オーダーや手足の拘束、長期間の独房や、 冷凍庫内への監禁さらには二人の海兵隊員に目隠しをしたまま、見せしめのために大使館前のパレードを行うなどの残虐行為を受けていた。これらの無知で強要にかけた革命派のイラン人ボードらの残虐行為を受けて、四人の官員が逃亡を試み、二人の官員が自殺未遂を起こしたほか、一人の官員がハンガーストライキを行った。また、 アメリカ大使館選挙当時、イラン外務省に出向いていた3人の大使館員は、大使館選挙後数ヶ月間外務省内に軟禁され、食堂で宿泊し浴室で下着などを選択することを余儀なくされた。さらに11月4日に、この事件の早期解決を望んでおり、政府内保守派と対立していたとされる、暫定政権のバーザルガーン首相が辞任した後は、外務省内に軟禁された。 大使館員は部屋の外への出歩きが制限されるなど行動範囲がさらに制限されるようになった。なおその後、人質になった官員に対してカナダや西ドイツなどの中立国かつアメリカの友好国の外交官による接見が認められた。この機会を通じて人質となった官員とアメリカ国務省の間の秘密連絡が数度にわたり行われた。また、 11月9日には、抑圧された少数民族と女性への心遣いと、称して、二人のアフリカ系アメリカ人の男性会員と、一人の白人女性会員が釈放されたほか、同月にはもう一人アフリカ系アメリカ人の会員が、釈放された。しかし他のアフリカ系アメリカ人の男性会員と、女性会員は、最後まで釈放されないままであった。また、 1980年7月には一人の官員が重度な多発性硬化症と診断されたことで解放された。1980年の夏以降は人質に対する食料配給やその他の管理効率の向上という名目、実際は逃亡やアメリカ軍による救出を困難にするという目的で人質の一部がテヘラン近郊の刑務所に移された。 1980年11月から解放までの期間は浴槽と温水シャワー、洗濯機などが完備された元秘密警察の長官で1970年8月に暗殺されたテイームール・バフティアールの屋敷に集められ、乱禁されることになった。抗議活動を行うアメリカ市民事件が起こると同時にアメリカ国内では国際法を無視して、 犯罪行為を公然と行うイランとその政府に対する大きな非難が沸き起こり、アメリカ国内にあるイラン大使館や領事館前でデモが行われたほか、在米イラン人に対する暴力事件が起こった。さらに、学生グループの乱入に対して武力で反撃せずに大使館を明け渡したとして、大使館員及び海兵隊員に対する言われなき批判さえ行われたほか、 軍事的手段による人質救出作戦を行わない自民カーター政権に対する批判も巻き起こり、改戦に向けて動き出そうとしていたカーター政権の政権運営に影響を与えた。イーグルクロー作戦中に事故を起こした輸送機の残骸アメリカ政府はイラン政府を懐中するためにパフラ B 元皇帝を12月5日にアメリカから出国させてパナマへ送ることで事態の打開を図った。 しかし、ホメーニー率いる保守派が実権を握るイラン政府は大使館の選挙を解くどころか、それを支援するなどアメリカに対して強硬な態度を取り続けた。さらに、アメリカ国内では保守派を中心に軍事的手段による人質解放作戦を行わないカーター政権に対する批判が消えなかった。これに対してカーター大統領は、 1980年4月24日から4月25日にかけて人質を救出しようとペルシャ湾に展開した空母と艦載機によるイーグルクロー作戦を発令し軍事力による人質の奪還を試みた。しかし作戦開始後に作戦に使用していたヘリコプターシコルスキーエアークラフト RH-53D シースタリオンが故障した上にロッキード C-130 輸送機と ヘリコプターが接触し、砂漠上で炎上するという事故が起き作戦は失敗した。これによってイラン政府はさらに態度を硬化し、事態は長期化する傾向を見せた。またこの後、さらなる救出作戦の実施に備えて、人質はイラン国内に分散して軟禁されることになった。 アメリカ空軍基地に着いた人質アメリカ軍のボーイング VC-137 輸送機で帰国した人質アメリカ政府は軍事力による人質の解放を一旦は諦めサウジアラビアやヨルダンなどのアメリカと近いイスラム諸国などによるイラン政府の説得を試みるが事態は硬着したままであったところが九百八十年七月十七日にパフラビー元皇帝が 最終的な亡命先となったエジプトの回路でアンワルはイコールサー大統領の保護下で指揮をしたことで学生らによる大使館選挙の根拠が消滅した。これを受けてアメリカ政府とイラン政府は引き続き水面下で交渉を続け両国間の妥協点を模索した。その後アメリカで行われた大統領選挙で再選を狙ったカーターが共和党のロナルド・レーガンに敗北した。 その後、イランは中海国と人質の返還でアメリカと合意し、レーガンが新大統領に就任し、カーターが大統領の座から退任する1981年1月20日に、人質が444日ぶりに解放された。なお、このタイミングでの人質の解放については、後に明らかになるイランコントラ事件と絡めて、レーガン陣営と、 イラン政府との間の裏取引の存在を主張する民主党支持者を中心としたジャーナリストも存在する。人質たちはアメリカ政府が用意した特別機でテヘランを後にし、西ドイツのビースバーデンにあるアメリカ空軍基地を経由して帰国の途に着いた。帰国後人質たちは病院に検査入院した後、自宅に戻った。なお、この事件の解決後40年近くが経っても、 イスラム教指導者が実権を握り続けるイラン政府によるアメリカ政府への謝罪は全く行われていない上に両国間の国交は断絶されたままでありさらに核開発を続けているイランに対するアメリカによる経済制裁が行われているイーグル黒作戦が行われた直後の1980年4月30日にホメイニーラペルシア人が主体のイラン政府と対立する アラブ人組織、アラブ自由と民主革命運動の6人がイラン政府に捉えられていたアラブ系活動家の解放を求めてイギリスのロンドンにあるイラン大使館に26人の人質を取り立てこもる事件が発生した。5月5日に人質1人が殺害されたことからイギリス陸軍の特殊部隊 SAS が突入し人質1人が死亡したものの残りの人質は無事。 解放された。なおこの際に5人の犯人グループを殺害し1人を逮捕した。なお、この事件とテヘランのアメリカ大使館、人質事件に直接の関係はなかった。タイムラインオブターキッシュ、イスラエリー・リレーションズ、1949-2006、ターキッシュリサーチプログラム、ワシントン・インスティチュート・フォーニアインスト・ポリシー、2018年1月8日、閲覧。 ターキーイスラエル。s m i ブナンバー2 0 1 1年2月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年1月8日閲覧。ABCDEFGHI. 昭和55年写真生活 P8 から9。ザフォールオブ a 社 BBC2009 年2月27日ファラフ。皇后の証言しかし、裏では、 第160特殊作戦航空連隊の前身となる第101師団レーのヘリ部隊による特殊作戦用ヘリ開発と奪還計画が存在した。ありがとうございます。